5つの還元楽曲作品16は、アルノルト・シェーン・ベルクが1909年に作曲した還元楽曲である。1922年に改訂された。また、1949年には小還元楽版も作られた。還元楽のための5つの商品とも呼ばれる。この作品は、ベルクの還元楽のための3つの商品や、ベーベルンの還元楽のための6つの商品。 ホルストの組曲、惑星などに影響を与えた。歴史的に重要なのは、第三曲で音響作曲法の最初の例の一つであり、作曲家のアナリーゼの課題によく使われる。現代音楽の還元学書法の先駆的な例である。初演は、ロンドンにおいて1912年9月3日に、ヘンリーウッドとクイーンズホール還元楽団により、行われた。 日本初演は1971年12月6日に NHK ホールにいて、オトマール・スイートナー式、NHK 交響楽団。演奏時間は約18分。以下の編成はオリジナルの大漢原楽版のものである。4巻編成であるが曲ごとに多少編成が異なる。予感、非常に早く。防御フュール、ゼアラッシュ、過去、穏やかに。バーガンジーンズ。 メッセク、色彩、穏やかに。ファーベン、メッセク、急転、非常に早く。ペリペチエ、ゼアラッシュ、オブリガートレチタティーボ、激しく動いて。ダスオブリゲートレシタティフ、ベベーガン。ありがとうございます。